グスターベイエガーが、バラムと、天使、バラムは、旧約聖書の、民数記22章に登場する人物、ユーフラテス川流域の町ペトルに住んでいた。旧約聖書では、バラムは、ベオルのことされ、出身地は、ユーフラテス川流域にある、アマウ人の地の町、ペトル、アラムナハライムのペトル、アラム、東の山々などと記されている。モーセに率いられて、 エジプトからやってきたイスラエル人はモアブの平野に宿営した。モアブ人の王バラクはイスラエルがアモリ人を倒したことを知り、またイスラエル人の数の多さを恐れた。バラクは占い師であるベオルの子バラムに呪わせるためペットルに死者を使わした。モアブ人とミディアン人の長老たちはお礼のための穀物を持参してバラムのところに行き王の言葉を伝えた。 バラムが進めたので死者たちは、バラムの元に留まった。その時ヤハウェが現れて、彼らが誰なのか質問し、バラムが彼らの蘇生と彼らを使わした大バラクの目的を述べた。神はイスラエルは、自分が祝福した民だから呪ってはいけないと言い、バラムも神に従い申し出を断って、死者を帰らせた。バラク王は今度はもっと身分の高い使者を出し、 優遇するし望むことは何でも叶えるから呪ってほしい。胸を伝えたが、たとえ家を満杯にするほどの金銀を差し出されても、自分は、神の言葉に反するわけにはいかない。とバラムは死者たちに述べた。ただ、バラクは、今回も死者に留まることを進め、さらに神が、自分に何というか確かめさせてほしい、という。夜になり、バラムの前に望んだ神は今度は、 バラク王のもとに行くことを許した。しかし神がバラムに行ったことのみをしなければならないという制限付きであった。ニュルンベルク年代記の差し絵翌朝バラムはロバに乗って死者と共にバラク王のもとに向かった。神は怒りを発し天使を使わして止めようとした。ロバには天使が見えたので怖がって道から外れようとした。天使が 両側に、石垣のある道に現れるとロバは端下にすり寄ろうと、する。あまり、バラムを石垣に押し付け、天使が左右への曲がり道もない、狭まったところに立ちはだかると、道を逸れるわけにもいかなくなったロバはその場に立ち止まった。ことを理解できなかったバラムはその度にロバを撃った。とうとうロバは抗議の言葉を発したが、バラムハイマケンを持っていたら、お前を殺していた。 と怒りを露にする。ロバはさらに自分は今まで長い間乗られていたが、いつもこのような行動をとっていたか、という。確かにそうだといぶかるバラムの目を神が開かせると、彼にも天使の姿が見えるようになった。天使からお叱りを受けたバラムはこれからでも引き返そうか、というが天使はバラムに死者たちと一緒に行くのを許した。 ただし先に神がバラムに伝えたのと同じく、神が言ったことしかしてはならない、という制限がついていた。バラク王は、バラムが来ることが知らされると、国境の町に自らで向き、バラムを迎えた。翌朝バラムはバラクに伴われ、イスラエルの宿泳が見える山に登った。バラムはバラクに七つの祭壇と七頭のお牛と七頭のお羊を用意させ、祭壇ごとに、 お牛とお羊を一頭ずつ捧げた。バラムはバラクを儀式の場に残し、山に登って死にを通った。バラムはそこで授かった言葉を王に告げたが、それはバラクの意図していたものとは違っていた。その託戦はイスラエルの民を呪うどころか祝福する内容であった。バラクは呪うために呼んだのに祝福するなんて、と文句を言うがバラムはあるじが、 自分の口に授けられる言葉のみを語らないといけないと主張し取り合おうとない。バラクは、バラムを別のところに連れて行き別の託戦を引き出そうとするが、バラムはなおもイスラエルを祝福する。とうとうバラクは呪うことも祝福することも止めるように要求した。バラムは、神の言われることは何でもしなければならないと告げなかったか、とバラクの願いを拒絶する。 バラクはなおもバラムから利益を引き出そうと試み、ペオルの頂に彼を連れて行く。バラクは、バラムの言う通りにその場に七つの祭壇を築き、前と同じように七頭のお牛と七頭のお羊を、池にを捧げた。だが、今度の託戦の内容も祝福だった。バラク王は怒り、手を打ち鳴らして、バラムに帰るように要求した。 バラムは死者たちに述べた言葉をバラクにもぶつけたが、これ以上、バラクの元に留まろうとはしなかった。彼は最後に、イスラエル人が、モアブ人に何をするかをせんでもって伝え、立ち上がると帰って行った。イスラエルの民の中に、モアブの娘たちと、みだらな行いを始める者が現れた。 それだけでなく娘たちが崇める神々に犠牲を捧げる儀式にも参加し、異教の神々を拝んでしまった。怒った神はモーセに命じ、異教神、ペオルのバールを拝んだ者を殺させた。イスラエルの者が異教の儀式にふけると同時に薬病が発生したが、儀式に参加したミディアン人の一族の頭の娘コズヒとイスラエル人の男ジムリの二人がエレアザルの息子。 ヒネハスによって殺されると、イスラエル人に薬病が及ぶのが止まったという。それでもこの薬病による死者は2万4千人に及んだ。イスラエル人は、一族の者を堕落させた報いとして、ミディアン人を攻めた。そこに記された敵側の死者の中に、バラムの名が含まれている。モーセによれば、ミディアン人は、バラムの策略によりイスラエル人を惑わせたのだという。悪徳。 不義を行った悪人として名を挙げられている。ヨハネの目視録では、信徒の中にバラムの教えを報じる者が紛れ込んでいると警告されている。また、バラムはバラクにイスラエル人の前につまずきのもとを置き、偶像に捧げられたものを食べさせるようにしたり、不貧困をさせるように教え込んだのだという。1967年に、 ヨルダン西部のテルデエルアラーで遺跡が発掘され、そこから、ベオルの子バラムが原始した神々の言葉を記した、紀元前800年頃の碑文が出土した。碑文は難解だが、明らかに滅びの予言が記されている。ありがとうございます。